オルフェーブル、さあ行けぞ、右の違うなる、オルフェーブル。皆さんこんにちは、名馬のことなら何でも任せ、細ペン先生です。3分で分かった気になる名馬、今回は史上7頭目の三冠馬、オルフェーブル。一言で言うと、とてつもない強さと個性を合わせ持つ馬。その道のりは常に自分自身との戦いでした。2番手湘南パルフェ、先頭8番のオルフェーブル降臨。デビュー戦を制した後、騎手を振り落とすほどの荒ぶる気象が原因で力を発揮できず、安定して力を発揮できるようになったのは3歳の春、スプリングステークスで重賞初勝利を挙げると、勢いそのまま皐月賞、不良馬場の日本ダービーも制し2冠達成。気象が不安材料だった 3000m の菊花賞も、道中行きたがる素振りを見せながら直線は独走で危なげなく3冠達成。しかしスタンドが歓喜に沸く中、再び騎手を振り落とすという気象の悪さを覗かせます。有馬記念ではブエナビスタラ小馬の一戦級を退け6連勝、文句なしで JRA 賞年度代表馬にも選出されたのでした。が明けて4歳、指導戦となった阪神大賞典で大事件が。抑えが効かず 1,2 コーナーで先頭に立つと、2周目の3コーナーで目を疑うような光景が。うちのいくつか上げます。おっと、オルフェーブル失速、オルフェーブル失速、オルフェーブル失速していきます。ママのかなり故障か、スタンドから悲鳴が。しかしそれで終わりではありませんでした。オルフェーブルが盛り返していきます。一旦外に逃げた後方に下がったオルフェーブルがなんと盛り返していきまして、馬群の外につけて今3番手の外に上がっていきました。さあ今度は実況アナウンサーも冷静ではいられない漫画のようなレース。直後のこのフレーズは今もファンの記憶に刻まれています。なんとあのロスがありながらオルフェーブルが先頭に立とうとしています。内輪ギスタブ、結局絶望的なロスの影響でギュスターブくらいに及ばなかったものの、それでも2着、常識外れの強さの一端を示した一戦となりました。続く春の天皇賞では自身の強さを全く見せられず大敗。それでも陣営が根気強く立て直し、宝塚記念で復活、自信を取り戻しフランスへ。前哨戦フォア賞を快勝して迎えた凱旋門賞、直線外から伸びるオルフェーブル、瞬く間に先頭に立ち、日本人の誰もがやった、日本調教馬がついに凱旋門賞勝ったと拳を突き上げたその瞬間でした。内にもたれて失速、それ宮にかわされ2着、何度見直しても本当に惜しい、惜しすぎるレースでした。翌年万全の状態で再び夢をつかみに行くも、その後連覇するトレブに及ばず2着、悲願達成とはならなかったものの、その強さは世界の競馬ファンにしっかりと刻まれたのでした。そして迎えたラストランは有馬記念。もしかするとオルフェーブルがファンの前で一番強さを見せつけたのはこのレースだったのかもしれません。3コーナーから一気にまくり、直線で先頭に立つと、あとは突き放すばかり。オルフェーブル先頭だ、オルフェーブル先頭、リードを2馬身3馬身取る、クイーンマリア・シオンが2番手上がってくる、ロールドシップ外からベルトギリ、強い6番オルフェーブル、あっという間にリードを広げました。オルフェーブル圧勝ゴール。強すぎる、この走りをもっと見たかった、海外でも。そんなファンの思いに応えるかのように、近年子どもたちが海外で大活躍。マルシュロレーヌが日本馬として初めて本場アメリカのダート G1 ブリーダーズカップディスタフを制覇。また牛馬テソーロがダート開催のドバイワールドカップをこれまた初制覇。子供が凱旋門賞を制す日も近いのかもしれませんね。今日の話はここまで、各自しっかり復習しておきましょう。